この曲が好きやからってすごいですよね。そうなんですよ、三浦大知が踊ってましたよ、ワンズのバルコニーで、あのルーフトップでね、あのね、生で踊ってるみたいですよね、早く見たいですよね。一応ちょっとストーリーにチラッとあげとくねチラッて怒られるかな、チラッてそうなんですよ、三浦大知が踊ってましたよ。この曲いいですよね。いやこれあのソイルのね社長、あのマリエっていうね、あの PR のコスメの PR の子がいて、すごい仲良くて連れてきてくれて、社長にこの曲最高ですねっつって、でしょって言って、センスが良すぎるんですよソイル。まあソイルってね、いろんな人とコラボしてるんで、椎名林檎ちゃん、今から流れる野田洋次郎、これもソイルですよ。あと人とよね、他人の関係、超かっこいいですよね。もうライブあったらみんなに見てほしいな。ライブ一人で行ったんですけど、キャンドーでしたよキャンドー、あクラワンでもしね、またこうライブ復活とかしたら、クラワンで10人とか連れて行きたいですね。やっぱみんなもね、ライブとかあの舞台とかそんな多分見る機会ないと思うんですよ。私あの仕事柄そういうのばっかり、あの衣装をやったりとかやってたんで、結構行ったんですよね。なんで舞台とかもめちゃくちゃ楽しいわけですよ。宮沢りえちゃんと野田マップのと、あとコンドルズの近藤さんの3人芝居でね、 B っていうのがあったんですけど、あの稽古場でやるんですよ、3人だけの芝居を。素晴らしかったの、もう本当に素晴らしかったの。なんかああいうね、みんなでこう経験体験しに行きたいですね。クラワンいいかもな、クラワン文化部文化教養部全員で作って、ちょっと楽しいかも。コンサート行ったりいいね。大阪もね、大阪公演の時みんなで見に行ったりとか、いいかもしれないですね。いいですよね。行きましょう行きましょう。そうなんですよ。なんでね、こういうのをちょっとみんなで見に行ったら、いやそれでそれで、だからあのあれですよ、 CM がで、また来月も CM 決まってるんで、本当は今月アサヒビールかなんかの CM やったんですよね。はい、朝日といえばあの人じゃないですか、福山雅治で、私がもうそのロケの人に、え福山雅治来るんですかって言ったら、残念今回は AKB なんですよとか言って、えーっつってまあね、あのほら自宅になったから、みんなコロナでもうちょっと身近なアイドルですか、そういうのを多分タレント起用も変わってくるでしょうね、これからね。やっぱもっとこう身近な人の方がとかねえ、見たかったですよね福山雅治。本当、いやいや、そういうことでね、ワンズ5階はねえらい、だからルーフトップはもう撮影ラッシュなんですよまあほら天気も良くなるとやっぱりね、やっぱロケ、オールロケで表で撮影したいっていうのがいっぱいあって、あとキューピーの CM これから流れるやつですか、あれもワンズです。あれキューピーマヨネーズの CM やったんですけど、キューピーがいるんじゃないですか、ワンズのウケる。いやまだあれカンパケ来てないからどんなだったか分かんないですけど、どんなんなんでしょうね。キューピーマヨネーズ、キューピーがいっぱいいる、たらこたらこみたいな、ウケるいやまたこれ放送費とかちょっと
これもこの前も流してたんですけど、ヌジャベスとクランボンですかっていうこのコラボなんですけど、この曲もめちゃくちゃいいですよね。ルーフトップがあるってそういうのはどうやって知るんでしょう。あ、それなあれやねんって Google マップ、最近は Google マップで俯瞰から見るらしいよ。それで電話かかってきたん、お宅の。で、私は今プロに任せてる、そういうロケーション会社に任せて、話してます。だから CM とか、あと映画とかドラマとか、そのロケーション会社の人がもうすっごいちゃんとしてて、その人全部管理してくれるんで超楽ですね、そういう人に任せてます。だから来るんですよ。まあ結構大手のロケーションサービス会社みたいで、本当に気持ちいいぐらいパキパキしてますよ。はい、 Google マップで調べてくるみたいですね。俯瞰から見れるじゃないですか。ほらあれだってそうやんか。ほら一軒家あるやん、山の中の一軒家、あれだって Google マップですよね。だからああいう感じで調べてくるみたいですよ。はい、いやー本当にいい季節になりましたね。梅雨どこへやら梅雨来るのかな。ほんまにまたちょっと時期ずれてますよね。まあ、それとは逆にね、レオナルド・デカプリオがこの前、私フォローしてるんですけど、またグローバルウォーミングね、温暖化で 1.5 度上がるってね、 1.5 度上がったら海ね、海の本当に海から蒸発する雲が熱くなって、また気候がものすごく変わってくるんですよね。なんか一気に変える方法ないですかね。はい、明日雨降るとホッとするんですよ。植木だらけで、うちもう家もそう、お店もそう。お店ね、1階はねほんまに毎日当てようっつってもう散々言って出てきたんであれなんですけど、はい、神がかり的営業説。そうなんですよ。それも本当に偶然にもその人らと出会って本当良かったです。うん、だからルーフトップはね本当にCM と撮影のおかげで本当物の見事にぐる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 って回ってますね。今日はねルーフトップにいた観音さんを持って帰って拝んであげないと、とか。はい、今日不思議な夢見た。元部下がすごいトイレに行きたくて、でお店に行ったらトイレが入ってたから、あごめんっつってトイレに行きたいんですけどって言ったら、そうですね、下がるかもしれないです。トイレ開けたら元前の会社のスタッフがお風呂の中で子供を産んでる夢ってもうで子供生まれたっていう夢を見て驚いて起きたっていう、不思議ですね。あと温泉っていうか、なんか温泉に浸かってる夢、温泉に行ってこよう。もう毎日ちょっと変化つけたいんですよねせっかく休みやのに何しようみたいな感じなんですよ今。バリバリキャリアで働いてた人が定年になった感じえ何しようみたいな、みたいな。まあ19日からモロッコに5日間だけ行くから、まあそれはあれとして、まあ防振法も3年学もあるから、まああれか。日帰りでねちょっといろんなとこ行こう。そうか、日帰りで行けばいいんや。名古屋も行こうかな。名古屋に行きたかったんですよね、ワインとこ。名古屋の子らに会えるか。名古屋の子何おんねやろ。クラワン今日ちょっと連絡してみよう。
名古屋に行ったら皆さんいますかね名古屋にこの100人の中で住んでる人 いらっしゃいます行くからみんなで会いましょうか、向こうでね。そうなんですよ。あ、明日から石垣島ですか。いいですね。私1週間の木曜日に全部予定入ってるんで2泊3日ぐらいしか行けないですよね。あ、それでいいのか。あ、これやばいな。これ結構メジャーな曲やとパッてかかるんですよね、放送でパッて切れたりするんで。名古屋はこれ熱田神宮というんですか。あ、そうですね、岐阜から行ってもいいか。岐阜の子らに連絡して、で名古屋行こうかいやいや、本当ね、こうどうしようかと思ってるんですけど、今ね下準備を、昨日全部クラワンのカードの発送準備全部して、今日発送して、でスケジュールが続々と来てるんで、スケジュール全部出して作って、今週には、全部のスケジュール7月からのやつ出ますかね。でそれさえやれば6月15日にね、7月11日のスーパーコラボレーション、ユリアンとなんとイチロイングリッシュのねコラボのイベントを開催するわけですよ。私はあれをちょっと仕込んで、そしてワンズ TV の番組も出来上がりますし、6月中にはねちょっと大きな前のセミナーを全部編集して皆さんでね簡単に見れるようにしときますので。あ、石垣ね2泊で OK です。ロケハンぜひお願いします。なんで結構6月前半やったら後半はパパパッとそこでできるかな。うん、だもうすぐ7月ですよね。休みなんやったろうという感じですかね。それでアマゾン倉庫にカーペットを入れて、本格的にちょっとホームショッピングの方をね、かっこいいページ作ってやっていきたいなと思ってます。はい、あんまりダラダラ売るの好きじゃないん でどっかでポップアップとかできたらいいですね。うん、これかそうね、今年はちょっと一回就職するんですけど、再来年にね、2023年に私は狙ってるわけですよ。こういろんなことを、焦点がそこなんですよね。ちょっと自分の中でかなり切り替わりそうなんで、今日ね、ちょっと今日私の話書いてたんですけど、途中まででちょっと今終わってしまったんですが、今日なんか昨日の夜中かな、なんかもう僕辞めますみたいな、うち私前の会社で浅草で働いてたんですけど、浅草までね買いに来てくれたバイヤーがいたんですよ、韓国人と香港人でね。でそれ別々ですよ。でその韓国と香港のセレクトショップの子ら、そこからずっと付き合いがあるんで、もう何年ですか、もう20年近くの付き合いですよ、あの子ら。でもう一人の香港の子がね、そのちっちゃいお店だったんです、最初はディーモップっていう、そっからジョイスっていうね、最大大手の、アジア最大大手やったんじゃないですか、その時。もう今中国がすごいんであれなんですけど、ジョイスマーっていう素晴らしい女性が作ったセレクトショップがあるんですけど、初めて行った時はもう感動ですよ。こんなかっこいい店が世の中にあるんだっていうぐらい、ディスプレイはすごいし、セレクトはもう本当にズバ抜けてるし、もう世界中のセレブとか買いに来るわけですよ。私が行った時はミッシェル・リーでしたっけ、コン・リーですよ、コン・リー、グリーン・ディスティニーとか出てたんじゃないですか、あとサユリとか、コン・リーが来てたんですよね。んだらコンリーがまたすごい買い方するわけですよ。こっからここまでみたいな、ラック、これとこれとこれみたいな、それってもう従業員が全員走ってるんですよ、靴持って。そんな買い方する日本で見ないじゃないですか。見ます、こっからここまでみたいな。
ないですよね。まああのすごい有名なね、日本でオーナーのセンスが抜群なんですよ。もうそれ世界中で有名で、自家用ジェットに乗ってきてたんじゃないか、その時も。その自家用ジェットに、あのパリコレにですよ、に来るアジア人はジョイスマーカー、あれですよ、ミセスオンカっていうね、クラブ21ってあるんですよ、シンガポールに。相当でかい、これもあのセレクトショップで、でアジアで初めてアルマーニを持ってきた人なんじゃないですか。プラダの日本の社長もジョイスマーの家行って、あジョイスマーじゃない、ジョイあのミセスオンの家行って、門から家まですごい距離やったって言ってましたねマイケル・ジャクソンもそんな買い方私が全然関係ない、ふのりちゃん、私実は前あの大阪城公園の近くのあの DVD 屋さん、あの時はまだ DVD やったんで、ビデオレンタル屋さんで働いてたんですよ。ほんだらあのその時ホテルニューオータニに、あのマイケル・ジャクソンがツアーの公演でニューオータニに泊まった時に、なんと夜中にそのビデオ屋さん来たんよマイケル・ジャクソンが SP と一緒に。すごくない？私はおれへんかったけど。そうなんですよ、マイケル・ジャクソンが来た。でもう店長がもうめっちゃテンパってて、マイケルが来たっつって暇やったんでしょうね、多分。バブルスと一緒に来てたみたいな、猿の猿のバブルスと来てたらしいよ。でも大変やで、マイケル・ジャクソンが来た時。何が大変って皆さん知ってます？あの人ら水にこだわるわけですよ。だからジョイスブティックです。だからあれですよ、あのマイケル・ジャクソン来た時、全部浄水器、ミネラルウォーター、シャワーとか全部変えたらしいですよ、バブルス用に。すごいですよね言ってました、全部相当変えて。まあセレブやからね、すごいですよね。そうなんですよ。で何の話かって言ったら、そのジョイスね、ジョイスで15年 でだから我々のブランドもジョイスも持ってってくれて、だ結局その韓国の子もね、あそう持ってってく、で3つぐらい変わったわけです、職場を。そのために三原をこう持ってってくれるんで、それでもう爆発拡大するわけですよ、我々は。そのブランドがありがたいですよね。みんなが出世すればするほど我々のブランドも出世するっていうね、ジョイスブティックでね、何回ポップアップやったか分からへんねんな。今も靴がめちゃくちゃ売れてるみたいで、ポップアップしてるみたいですけどね。その彼が今日見たら、もう15年働いたけど新しい挑戦で辞めるっつって、おおマイケル辞めんねやと思って、あ夜中1時ぐらいですよ、まあ、香港2時間違うんでしたっけ、マイケル辞めんのみたいな、そうなの、うん、そうなんだよねっつって、ノエは辞めてから人生が全く変わってるから、ジェラスチだよとか言って、すごい楽しそうって。だからあのアパレルでね、私長かったじゃないですか、30年、19からですから30年、もう30年近く私ずっとアパレルだったんですけど、こんなセミナーやったりとかって生まれて初めての経験でしたからね。カフェもそうですけど、まあ、それだからみんながノエは一体何やってるんだってフォローしてるね、くれてるみんなが言ってるわけですよ。でいやもう私学校やって、でカーペット売ったりとかしてるでっつったら、いやそれいつも見てるっつって、ね、であんたどうすんのっつったら、もう中国で今韓国のその子らと一緒に大きなビジネスやるみたいで、絶対成功するよっつって言って応援してたんですけどね。そうやってみんなが今切り替えの時に来てるんですよね。だって大手で働いたらもう全くあれですよ、あのあれいらないじゃないですか、心配。それを全部やめてまで挑戦するってね、結構みんな同い年ぐらいなんですよね。だからすごくないです、やっぱりその50前にしてね、あの人生をもう一回チャレンジするっていうこの気持ちがね、やっぱりみんな違う方向に、違うというか次に向かってるんだなって。
大丈夫と、あんたはいつもアップデートしてるよっつって、嬉しいって言ってたけど、本当アップデートしてるんですよね、気持ちもね。なんで頑張ってほしいですね。やっぱり挑戦する人らは、韓国の子らはね、いつも挑戦しますね、新しいこと新しいこと、すごい。そうなんですよ、やっぱりチャレンジしないと、やっぱりその前もお話ししたと思う、まあ多分覚えてるか覚えてないか分かんないですけど、新世紀科学のトッチさんがね、ノエさん面白いってどう書くっつってね、面白いって面が白くなるって書いてますよね。だからそのバージョン、面バージョンがクリアになるってこと、それってスーパーマリオとかね、スーパーマリオって日本人が開発したんですけど、あれってほら面がクリアするじゃないですか。はい、あ、よかったですね、面がクリアするじゃないですか。それって面がクリア、あれ人生を物語ってるんですよね。あれってものすごく奥が深い、私の話もね、スーパーマリオの写真のやつ見つけてもらって、それこう詳しく書いてますから、日本のスーパーマリオが素晴らしいっていうの、だからあれ人生なんですよね、我々の言ってみたら人生っていうゲームですよ。だからゲームをクリアにしていけばするほど、やっぱ自分のバージョンも上がるし、そのなんていうか、どんどんスーパーマリオになってくるんですよ。だから私もスーパーノエになってるわけじゃないですか。そう、この人生は一回だけですものねって、そうな、分かってんねんけど、またこう停滞したり足踏みしたりこうなったりしますよね皆さん。そうなんですよ、何でもチャレンジありきなんですよ、挑戦しかないっすよこの世の中は。なんで挑戦していきましょうよ、何でもそうですけど、挑戦こそ全てですよ。だって怖いと思ってるものって実は飛んだら全然怖くなかったみたいなね。そうそう、私の帯飛びっていうね、空手であるんですけど、帯を短くして、それで両足で飛ぶわけですよ、こう持って人で、それを前と後ろで飛ぶわけですよ。はい、ほんでむっちゃ怖くてですよね、最初引っかかってこけてどうしようっていう気持ちがあるんですけど、もう全員が見てる中飛べたんですよね。でもう一言言ったんですよ、怖すぎろっつって爆笑してますよ道場の人ら危ねえっつって危ない怖すぎるっつって、爽やかなイケメン講師も爆笑してましたね私の一言に、危ねえっつって危ねえ。でそれでも何回も果敢に挑戦する私私ね、なんかこう意地になるんですよ、ああいうのやってると。無理やのにやろうって、初めてボディーボードをね、タイでやった時ですよ、日本でやったんですよ、台風の日に。あの時もそうなんですけど、タイでもやったんですよ、波がめっちゃ高くて、あの時波が高いのにね、私はもう波に飲まれても飲まれても、その中でぐるぐるしても果敢に向かっていく姿を見て、タイ人の知り合いと私の日本の友達が浜辺で爆笑してるわけですよ、しつこいっつってあんな飲まれてるのに。楽しいんですよね、やっぱ挑戦することって楽しくないですかね。なんか挑戦したら超えるじゃないですか、自分が挑戦するの好きなんですけど、人の気持ちはね、こっちが挑戦しても難しい鉄棒とかできるまでやりましたもんね、鉄棒ね、鉄棒で あれあるじゃないですか、こう鉄棒を横飛びっつって飛ぶやつあったんですよ、みんなでやってた。私あれで足引っかかってね、右からこけて打撲ですよ肩外してとかありましたね、いろいろね。小学校もアイススケート行って、女の子のから後ろからドーンと押されて鬼ごっこして、こけて立ち上がろうと思ったら立ち上がれなくてボキッて足が変な方向行って、
折れたりとかね、なんかいろいろしたんですよね。怪我多いですね。交通事故も2回ぐらい飛び出してドンって2回乗用車に引かれて、1つはタクシーにも引かれて前歯全部折れたりとかね。え、今の子はやらないでしょうね。今の子の方がスマートなんじゃないですか。我々の時ってなんかほんまに超アホやからいろんなことやるじゃないですか。いろんなことやるな。ジャングル鬼ごっことかね、めっちゃ速いぐらい、もうすごい走ってましたもんね。ジャングルパッ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 みたいな、あんなんとかやるんですかね今の子。あん時も足引っかかってこけてる子らいましたもんね。本当にそれ考えたらちょっとわんぱくでしたよね、みんなほら危ない危ない言うからやらないでしょうね親が。だから無難な子に育つんじゃないですか。何でもやらせてみない。だから清水校長先生ってあのいたじゃないですか去年ね、あのケイティ、あの本当にイケメンの保育士で、あったあの子もいい子やねーなー、素晴らしいぐらい。ケイティとあと清水先生のね、保育士とあの清水校長先生で、八王子にあるあの小学校、本当あの先生のところに安倍政権のね、安倍さんとかがみんな、はい、子どもの、ね、教育を世界に送ろうっていうのでね、課外授業ですよ、特別学級、これで先生めちゃくちゃ有名なんですけど、校長先生とねあのコラボの対談した時に、先生にどういうふうに子どもを育てたらいいですかって言ったら、死なない限り何でもやらしなさい究極やろ。死なない限りはもう絶対大丈夫よから何でもやらせてあげなさい子供にはっつって、制限したらダメっつって、子供は伸び伸びしてるのが一番言ってましたよ。まあ、先生の一番困ってるのはもう子供じゃなくて親だって言ってましたね。あのもうどうしようもないっつって、本当に親がもうあのご飯作らへんから、あ脳が育てへんっつって、コンビニのおにぎりばっか食べさせて、もう子供がもう毎日ぼーっとしてるっつって、ほんで牛乳のあんで先生が作ったってわけですよ。もうどうやったら親がご飯を作り始めるかっていうので、で先生が決めたわけですよ。生ゴミを持ってこいと。そうね、ほっといた方がいいですよ。生ゴミをね持ってこいと、もう全校生徒にこう命令ですよ。だから、まあ、生ゴミを持ってこないと、で、まあ、生ゴミを堆肥にして野菜を育てるってね、学校で野菜育ててるんですけど先生とこは。でみんなね、お母さんに言うじゃないですか、お母さん生ゴミ持っていかな先生に怒られるって。だから生ゴミ出さないといけないんで、作るわけですよ味噌汁でも、みんな生ゴミ出さないといけないから。ほんだら味噌汁飲んだら美味しいってなるわけでしょ。ほんだら味噌汁にご飯いるじゃないですか、でご飯洗ってご飯炊いてたら、でまたそれも美味しいって食べるわけですよ。そうやって少しずつ自炊ができたわけですよ。先生賢いですよね。そうじゃないと親ももうご飯なんて作らないからって言ってました。だからもっといかにご飯を作らせるかっていうことが大切らしいね。やっぱりその親のやっぱりあれをね、お袋の味って言うじゃないですか、やっぱり菌ですよ、母親のそういう常在菌ね、手に持ってる菌、こういうのでみんな免疫つけて育っていくんで、だからもう絶対ご飯はね作ったってほしいなと、味噌汁一つでもね。そういう私もちょっと今日の朝は味噌汁でも作って飲んでいこうかな。お腹が空いて走れないんですよねあ、プロテイン飲んでいけばいいか、うん、そうなんですよ。なんでね、そういう教育をして、ほんで変わってきたわけですよ小学校全体が。そして土辺の小学校だったんですよね、もう学級崩壊だったらしいです。もう小学校赴任した時は
走りまくってても子供らが先生が喋ってるのにうるさいってちゃんと聞きなさいって言ってもう怒鳴るとこから始めたって言って、それがですよ全国一の小学校になったんですよ。コーラスにしても何にしても課外特別学級でね小学校1年生の子らを6年生の子が見るんかな、なんかこう年長の子が年少の子を見るっていうね、みんなで協力してその授業をさせるっていうね、でそこで生まれるわけですよ、こうみんなで助け合いっていう。そしてね先生はもう何をやったかっつったら、あの小学校の子らは柄が悪いって言われてたらしいですよ、近所の人らに。だから近所の人らも巻き込まないと、やっぱ子供っていうのは大人の目があるからこそ育つわけであって、だからその近所に開放したわけですよね、門を開いてみんなに見に来てもらったりとか運動会とかなんかそのイベントとかね。ほんだらあの何々くんとこの何々さんとこの何々くんは5時ぐらいにここ通ってたよとか、なんか泣いとったでとかっていう、こうみんなが協力してくれるようになって、やっぱ地域社会がね挨拶運動で、その子供ら小学校の子供らにねビラ配りに行かせるわけですよ、周りの商店街とかに来てください言って、まだみんな来るじゃないですか可愛いから。そうやって地域を作ったわけですよ。で地域社会でみんな巻き込んで子供を育てるっていうね、子供は一人で育つんじゃないとか、周りみんなで育てるものだってね、そのね清水校長先生また出そう7月クールでもう一回ね、夏休みなんで子供のことね、みんな子育てのこと悩んでたりとかすると思うんで、そういうの出しましょうね。で先生がなんと昔ねまあこれセミナー聞いた人は知ってると思うんですけど、前世見える人に、なんかあなたの家はこういう家で住んでましたよねって、こう土間とかこう書いてこうやってこんな図ですって言ったら、そうなの、私こんなとこに住んでたのって言ってたら、 NHK で吉田松陰が元住んでた家っていうのが出たらしいです。だからそれがその絵のまんまで吉田松陰のお母さんやったっていう、前世清水校長先生、ありうるありうる、ありうりませんか、そんな教育者が吉田松陰のお母さんってありうりますよね。そうなんですよ、まあ、そういうのもあったりとかしてね、面白いですよね。もうなんかもう小学校にエジプト人からアラブ人からみんな見に来るんですけど、あの人ら立ってられないんですって。だから授業中床で寝ながら聞かれててさーっつって、もう本当にもう大変だよーって言ってた、もうあの人らーっつって。面白いですよね、お国柄出ますよね、立って聞けないってスフィンクスじゃんみたいな。らしいですよ。皆さんやっぱり教育が違うってすごいですよね。なんでその日本の教育を海外に出してるかってね、やっぱりこの石油が枯渇するっていうのはもう分かってるわけですよ。だから本当に裕福な国やったじゃないですか、サウジアラビアとか。で枯渇したらどうなるかって言ったら、もう国が潤わないから、中東の方ね、だからほんで国民が働いてない、みんな外部から来てるから、だからそのちゃんと勤勉に働かさないといけないって、これから。それでやっぱりその一番の根幹は教育を変えること、教育を変えることから始めないといけないって、そのちっちゃいとこから。それでどこの教育が一番いいかって、日本人がいいんじゃないかというので、日本の小学校に全員が偵察に来てるわけですよ。その安倍政権がね、次にやったのっていうのは、この日本の学校教育を海外に輸出しようっていうね、特別学級を清水校長先生筆頭にね、海外に向けて教えてるわけですよ。すごいですよね、日本の教育って素晴らしいんですよ。みんなねやっぱ自国のことをね
あんまりよく思ってないじゃないですか、日本ってダメだと思ってるけど、海外もっとダメですよもうできた国なんかないっす、ほんまに。もうね、ヘイトもある。もうイギリスなんてね、全部あれありますか、階級ありますからね。階級によって話し方も違うんですよね。イギリスに住んでる人これ聞いてるかな、鉛が全然違うんですよ。本当に貴族の鉛と普通の人らの鉛が全然違うくてですね、その発音によってどこの国にいるかって分かるんですよ。前も留学した時にね、イギリスにまめに留学するんです。2週間とかね、ホームステイしたりとかして、ほんで中流家庭の家に泊まってにホームステイした時にね、そこのおばちゃんがいちいち言うんですよ。カーテン開けながら、あのカーテンは中流家庭の カーテンじゃないのよ、知ってた、とか言って、ミドルクラス、我々はこういう生活様式で、つって。ほんで私もその時慢性じんましんの真っ只中で行ったわけですよ。でその水が全然合わなくてですね、しかもあそこ紅茶文化じゃないですか、しょっちゅう紅茶飲まされるんやけども、水が合えへんって、もう紅茶飲んだその日ものすごい皮膚炎うわー出るわけですよ。もうほんまにもうマダムのアフタヌーンティーだけに付き合ってられへんと思って、もう1週間でギブアップしてホテルに泊まりましたね。あと中流家庭のそのこうカーテンのかけ方から、なんか調度品の集め方っていうのをいろいろ聞かされるわけですよ。で表歩いても一緒に、あそこの家庭はどうのこうのって言って、もうああいうあれにも耐えられなくてですね。そんなんですよ皆さん、フランスもそうですよ。本当にもう富裕層と、もう富裕層じゃない違いって全然違いますからね全然違う。もう本当に、まあ日本も多分そうやと思うんだけど、もう行ってる連れて行かれる店がもう全く違うわけですよ、ね、やっぱ住んでる場所も違えば。もう日本なんて格差なんて、もうこの日本なんか格差なんかない海外に比べたら全然ない。もう働けなんとかなる思いません？時給だって1000円超えてるんですよ。ね、ちょっと1日ちょっと働いただけでさ、8000円とか1万円とかなるじゃないですか。まともに30日休みなく働いた30万ももらえる国ですよ、この国は。せやのになんで餓死するんですかいや、ほんまに。もう、じゃあ生活保護もわかるんですけど、生活保護の前に働こう。働かれへんかったら、なんかこうその人らに仕事を与えてお金もらうってことをせなあかんと思う。ダメになっちゃうよ。アフリカ難民なんでこんな怒ってるんですかね、朝から。アフリカ難民は我々生まれた時からずっとアフリカ難民ですよ。なんでずっとですよ。どれだけ支援してきてる、全世界で紛争があって、なんで自立するようにみんながもう食料物資とかじゃなくて、自立するようにちゃんと水源整えたりとか、畑作ったりとか、働いてもうそういうこう環境を整える方に行かないんですかね。不思議、ほんまにね。やっぱり建造も言ってたけど、建造が今障害者の、まあ、重度のうつの子らのところで埼玉の方でね、それで食育教育やってるって言って、まあ、大概ですよ、うつの子らが便秘らしいんですよ。もうものすごい頑固な、やっぱ腸内細菌が全く育てないんですって。やっぱ腸内細菌が育つと、その細菌が育つと思考が生まれるんですよね。うち我々ね、第二の脳って言われてるじゃないですか。もしかして第一の脳で、実は腸内細菌が自分らの脳を作ってるって言われてるわけですよ。はい。
なんでその腸内環境が悪いがためにやっぱりその考える思考がなくなっちゃってやっぱりその鬱になったりとかするって言ってね。だからやっぱりいかに発酵食食べてこういい菌を体の中で育てていくかっていうのが大切っていうのでね、ぜひ皆さんこれはね今日の朝覚えておいてください。なんで今日はね腸内細菌を育てる昼納豆食べよう、ヨーグルトじゃなくて発酵食食べ、発酵食、はいはい。でもねあのそうなんですよ、あの薬使ってもいいんですけど、あの薬使っちゃうと腸内細菌も全部出ていくんですけどね。そうなんですよ、腸だけで生きてる微生物がいるんでね、まあ、結構こう全部の細菌がバッて出ていくんで、まあ、その後ちゃんと細菌作るようにすればいいですよね。はい、私ももうものすごい便秘あったんで、本当にそれが前職辞めてのすぐ治ったっていうストレスやったんでしょうね。あ、いいですね、キムチとお味噌汁最高ですよ、最高です。でもあの日本もねあの漬物があるんで、漬物ぬか漬けね自分で漬けれるし、ぬか漬けね毎日自分で漬けてね食べても美味しいんで、私もあの作ろう。ゆくゆくは薬に頼らんようにと言ってましたって。あ、愛ちゃん便秘なんかな、ね、ダマリンっていうダマなんとかっていう植物があるんですよ。あのスリランカ行った時にね、あのアーユルヴェーダのすごい有名な施設に泊まる時にあの防振されるんですよね。でその時にもう便秘、まあ、英語で全部こうなんか書いて便秘とか書いたら、うん、ダマリン飲んだら治るからって、ね、ダマリンっていうドロドロの果物野菜みたいなやつあって、それジュース飲まされるんですけど一発でしたね。なんかあの痛い痛い痛いっていうのがないんですよ。あれちょっとトイレ行ってこようみたいな、すぐ治りました。それダマリンで、ダマリン日本にないのかなと思ったら、この前アーユルヴェーダの授業でダマリンのこと書いてましたね。ダマリンやったかな、思い出しときますね。そうですね、障害者の方の賃金上げれる仕事が増えることを願ってますね。本当障害者センター、あのうちのね、あのちょっとまあ15分過ぎたんですけど、あのワンズのね最初のエプロンはあの 福井県にあるひまわりさんっていうね、あの障害者センターで作ってて、三原の方のね靴袋は全部そこで作ってるんですよ。あとトートバッグとかもね、あのワンズのやつ、あの全部あの福井のねひまわりさんで作ったんですよ。それをね愛ちゃんに紹介して、はい、あダマリンド、ダマリンドです、そうそうです、ダマリンドです。で愛ちゃんに紹介して、そこでねこの前デニムのやつ作ってましたね。はい、なんで結構ね、あの伊吹山、あの霊峰伊吹山の春日薬草店のお茶、あれも全部あれですよ、あの障害者センターで作ってます、あのお茶の詰め入れとか。はい、なんで結構我々の周りの子らはあの服、そのあれです、あの障害者センターで作ってる子らが多いですね。なんでみんながねそういう風に作っていけばいいんじゃないかなと思います。だってすごい丁寧でめっちゃ綺麗なんですよ、福井のねひまわりさん、あれも行きたいんですよね。アクレイドもそうですかね、やっぱりみんながそうやって広げていければね、あの何かをね、あのなんていうのかな、偏ったらダメですよね、本当に、うん、偏ったらあかんけど、はい、偏ったらあかんねんけど、そのみんなが社会的にそういう選択ができるようになったらいいですよね。どうせ作るんやったら中国の方が安いけどさ、あのまあクレイドで、クレイドじゃない、そういう障害者センターで作ろうとかね、どうせ作んねやったらとか、もうせっかくだったらとか、そういうこう一つずつがね、みんなが気にして
みんながこう注意なものを一つ作るのにストーリーがあるんだなと思ったら、いいもんしか買わなくないですか。はい、よかった。あのクレイで飲みすぎはねあかんから、耳かき一杯分ぐらいですよ。あの腸でこびりつきますから、あのそれもあのかえちゃんが気をつけてって言ってるんで、はい、泥がねあの吸収しちゃうんで、腸で固まっちゃうから、はい、あいいですいいです、はい。なんでね皆さん、ぜひ物を買う時もね、これも洗濯なんで、みんな毎日洗濯してるんですよ、毎日毎日。どれを選ぶか、どういうふうにこれは成り立ってるかって選んでいけば絶対世界は大丈夫やねんけど、安いからとかね、ストーリーがないものを買うからこのなったわけですよね。はい、このようになったんですよ。もうみんなが安さばっかり求めてポイ捨てばっかりするから、高いの買ったら大事にして着るじゃないですか。私の靴もそうですよ。もうみんな十何年選手ですよ。それでも今履いてもおしゃれですよね。本当そうですよ。みんなが中国産とかになって、安いもんで、なんかもう服を着替えろみたいななっちゃって、こんなになったんですよ。そうなんですよ。みんなが買い物に投票してるっていう気持ちになれば、私はローソンしか行かないんですけど、あのローソンってナチュラルローソンを作ってるじゃないですか。ローソンの考え方ってね、あの女性が結構作ってるんで、オーガニックナプキンだってめちゃくちゃ早かったですし、あの地域支援とかもね、今も成城石井とくっついてやってるじゃないですか。もうあの社会的な考え方が好きで、私はもう絶対にあのコンビニって言ったらローソン行くんですよね。それも投票やと思ってます。でどんだけドコモが安くなっても、私はソフトバンクにかしか、もう孫さんの考え方が好きで、あの孫さんの本読んだんですよ。孫正義かなんか、私もあれ読みながら泣いちゃって、号泣ですよ。本読みながら孫さんの熱い思いにこの周りがね支えた、本当にもうだからソフトバンクです、何が何でも。であのほら電気とガスと一緒になっても、私は東京ガスやしで自分なりに一応こだわってるんですよね、そういうところは。ほんまもうどんな流行ってもアップルが好きもう何が何でもマック派、うん日本の電気はソニー好きですねいやいや、なんかそういうねこだわりがあるんですよ。洋服もね、もう絶対に買うんやったらそういうこうちゃんとデザイナーのもの、まあそのドルチェ&ガッバーノとか買わないですけど、なんかそういうこうロンドンのね若手のデザイナーとか大好きなんで、そういうこう一人一人ねこうなんか癖があるものが好きなんですよ。だから普通の服持ってないですよ、逆に逆にそれが困るんですよ。普通の T シャツないし、全部変わってるから。この前もあのパンクの子が作った T シャツで全部ね、トッチっていうスタイリストの子いるんですよ。エグザイルの トライブとかやってる子かな、その子が作ってる T シャツで全部あの花ピーとかのほら輪っかあるで、リングの輪っか、あれ全部ポカーついてる T シャツで、あんまりにもかっこいいから買ったら黒をあげますって言ってもらったんですけど、あれ着て歩いてたらみんなに見られましたね。好きなんですよ、そういうちょっと手間暇かかってるものが。と思ったらみんなも手間暇かかってるものしか買わんとこうと思ったら、必然的に安いものが売れなくなればいいんですよ。あのそれで長持ちさせたらいいじゃないですか。その時は痛いですよ。でも長持ちするって考えたら超安くないですか。申し訳ないけど、ちょっと安いやつすぐ壊れるもんね。似合いそうとかさ、もう似合いそうでクイックルワイパー買ったら1ヶ月ぐらいでバッキバキに割れもうまあ安いのはいいんですけど、でもやっぱりいいものを長く、南部鉄器もね100年使えるっていう、
南部鉄器のあのあれあのおいとみでねフラワーオブライフの鍋敷き作ったからどうですかって言って送ってきて、めっちゃ可愛いやん言うて、今何枚あの3枚あるって送ってって言ったら秒で売れてましたよ。1人2枚買って、うちのひろこさんも買ってくれて、そうなんですよ。だからもう絶対に1個ずつみんな大事に大事に買ってほしい。それだけ。そうすると長持ちする。あのナミちゃん、あれはあれですよ、今すごい流行ってるマリーセーヌっていうブランドです。可愛いんですよ。あれハンズキのやつが全部のプリントになってるロンティーとかめっちゃ可愛いんで。そうですそうです、ほんまにもうそういう時代ですよ。もう個人店に行ったりね、人のこだわり、もうネットで何でも買えるじゃないですか、言ってみたら。だから販売スタッフとかね、もう本当にこだわっていかないと残っていかないですよ。はい、本当に残らないと思いますよ。やっぱこだわりがあるところしか、だってネットで買えたらこだわりなくてもそこで買えるでしょ。だったらもうそこで。ただね、私が販売の時とかもね、まあまだ私の時はまだそこまでひどくなかったんで、販売員に接客散々されて考えますって言って次来たらそれ来てるわけですよ。えっと思ったらネットで買ったっつって、我々は何の仕事やねんっていう勘弁せやーみたいなっていうね。はい、そうなんですよ。買ったら愛情湧くでしょ、あのいいもの。ほんで洗い方も変わるでしょ。捨てるような服を着ないね、捨てられるようなものを作らない、名言。思いません？思います、私もう捨てられるものを作らない、捨てるようなものを作らないね。それが一番ですよ。我々も選択していきましょう。もう何でもリサイクル、まあ、ずっと着てますもんね。裏地も破れたら絶対お直しは持っていくし、もう靴もずっと張り替えてますね。靴買った瞬間に、私は靴やったんで長かったんで、靴買った瞬間にもう裏張りは絶対するんですよ。そして防水スプレー、これ塗っとけば絶対大丈夫やから、型崩れとかね。いい服着たら全然ちゃうで、ほんまに見え方が変わるからな。うん、なんか可愛いと思ってね、テロンテロンの服あるけど、あ、これ私が素敵になんなって思う服を着てきた方が自分のオーラが増すよね。思わん、うん、服はそうやって着れんだけど、なんかこうトレーニングウェアとかね、汗かくしって思っちゃうんですよね、私。こういうとこパジャマのいいとこないっすかね。ナイトウェアってなかなか、ルームウェアっていいのどっかあります？逆に聞きたい。結構見てる海外サイトで、今オーストラリアのすごい可愛いのがあって、あれちょっと一回取り寄せて着てみようかな。なんかそういうのだけのポップアップとかやりたいな。ルームウェアだけ、ベッドとか置いてね、お店に。いいかも、かわいいルームウェアポップアップみたいなね。あ、そういうの企画してやっていこう。いやー、あっという間に今日も1時間も喋ってもた。もうすごいねんけど、私よく喋れるなって。しかも何の台本も書いてないのに台本も一切ございません。もうこんなにいっぱい聞いてくれて皆さんありがとうね。ルームウェアのポップアップやろう、やろうやろうやろう。プリスティンとナナデコールはオーガニックコットンですね。やけどちょっとあの私的にはすごい素敵なブランドやと思いますけれども、
ちょっと色気がないんですよね。今日のリサとも、ね、話なんですけど、何事もまずやっぱり色気じゃないですかっていう話なんですよね。やっぱそこの色気があれば、ノエさんにはねっていう、いやなんか違うんですよ。何でもそうなんですけど、人でもそうですよ。なんていうのかな、お色気ムンムンっていう色気じゃないですよ。色ですよ、色。わかります？色。あの、いや、それ色とりどりの色じゃなくて、なんか素敵な人って色はありません。わかります？言ってる意味。例えばさ、かっこいいなと思って桐島かれんさんとか、あの人なんかスクリーンとしたなんかちょっとこう色がありそうじゃないですかね。椎名林檎ちゃんが、まあさ、もう色気って感じですけど、なんかこう人気のある人、なんかこの人いいなという人って絶対色気持ってるんですよ。宮城とかも色気ありますし、なんかこう、そうなんですよ。なんかそう、服とかにもあるんですよ、そういうこう色気みたいな。これなくなったら終わりやと思いますよ。モンベと一緒じゃないですか。なんかだから、この前も言ったけど、 A ラインはあかん言って体型隠したらあかん言って、そうね。なんでそういう色気でもね、だからコンビニばっかり食べてたら色気もなくなりますよ。わかります？なんでこの色気ね、いろいろ作って食べていきましょう。ということで皆さん、今日も1時間べしゃりまくりました。本日はですね、今日木曜日ですよね。今日やることいっぱいあるんですよ。三名学送ったよね、中級編のあれ動画のやつ送ったよね、うん、で帽子も来週のやつをもう送ってるもんな。もう大丈夫私、うん、なんでね、こ24日に帰ってくるんだけど、24日って、いつのあれかな、今日が初級編の基礎講座の復習講座。24日って4時に成田に着くんですよ。7時に多分間に合うと思うんで、あ、よかった。あの、成田からモロッコからそのまま、あの、あれなんですよ、あれやらないとか復習講座やらないといけないんで、受ける翌日引っ越しですよ私。クラワン色気がテーマでしょ。色気出していこう。色気出していこうみんな。はい、ということで皆さん、なんか喉がおかしくなってきた。今日も一日、良い一日をお過ごしください。イエス、良い一日を。あ、そしてね、企画書待ってるから、あ、なんかおもろい企画書講座、あれやってないよな、あれ録画してなかったんよね、ごめん。もう自分のやつってなかなか録画できんよね、恥ずかしくて。いや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 、ちょっとあのおもろい企画書講座すぐ7月にやりたいと思ってるんで、良い一日をお過ごしください。皆さん、今日もたくさん聞いてくれてありがとう。それでは良い一日をお過ごしください。モーニー。